はい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 。来季2025年のジャイアンツのスタメンを予想していきたいなというふうに思ってるんですが、来季はですね、ベテランから若手に移行していくような年になるんじゃないかなっていうふうに個人的に思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、来季、2025年のですね、ジャイアンツのスタメン予想というところで、お前ちょっと早すぎるんちゃうっていうようなところはね、あるんですけども、少しね、まあ今、秋季練習も始まりまして、まあ若手の選手を中心にね、レベルアップを図っていこうというところをやってますけども、まあ見ていく前にですね、やはりこの若手の選手ですね、本当にまあ毎年言われてるかもしれないですけども、そろそろ出てこないと、やっぱりちょっとね、どんどんチャンスも少なくなっていくし、まあ安倍監督もね、訓示で、秋季キャンプの訓示でですね、もうすぐクビになるぞと、ゆっくりもたもたしてたら、すぐクビになるぞっていうふうなことを言ってましたけども、本当に、期待されてる期間っていうのはですね、案外短くてですね、やはり、3年4年経ってくるともうそういう風に言われなくもなってくるので、そう、今期待されてるうちにじゃないですけども、そういった間にですね、まあレギュラーを掴んだりとか、まあある程度地位を確立したりとか、そういったことっていうのは、まあ野球だけではなくて、その他のことに対してもですね、すごく重要かなと思いますんで、非常に、ね、若手の選手頑張ってもらいたいなという気持ちはすごくありますと。で、まあ先ほど若手にね、ベテランから若手に移行していく年になるんじゃないかっていう風なね、お話しましたが、やはり若手の伸び、成長が、成長によってはですね、また、ベテランを使わざるを得ないようなね、状況もあるのかなという風に思うので、まあ、あんまり良くない状況ですよね、それはね。うん、まあその、なんて言うんだろう。まあ、つけ刃っていうんですか、つけ合い刃っていうんですか、そういった形で、まあちょっとこう、応急処置的なところはね、たまにあっていいのかなとは思うんですけども、まあ、窮地を救うベテランみたいな感じで、それはいいのかなと思うんですが、まあシーズン通してずっとその、ような形であればね、若手の選手の、まあ、成長であったりとか、出場機会もなくなることになりますし、まあ、未来を見てみるとですね、ちょっとこれはどうなのかっていうところもありますから、少し、そういった意味でも、本当に、来季出てこないと、本当にジャイアンツの未来がやばいぞっていうところが、あるのでね、うん。そういったところも含めて今日ね、詳しく見ていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあですね、まず分かりやすいように、スタメンのその、Qポジションをね、まずちょっとこう見てから、その後に、昨年、今年ですね、2024年の開幕スタメンオーダーも見つつ、で、最後に僕の2025年の予想オーダーをしていきたいと思います。はい、じゃあまずね、ポジション別にちょっとね、どういう選手がいるのかっていうところをね、確認した方がいいかなと思うので、ちょっとね、僕の顔あたりですね、ちょっと画像を出しながら一緒に見ていきましょう。はい、まず、このような形になりました。はい、まあね、まあ補強があったりとか、まあいろんなね、まあ、例えば若手の選手が急成長してきましたみたいな感じでね、まあ予想外のことが起きれば、ちょっと多少変わるところはあると思うんですけども、僕はおおよそ、まあこんな感じになるんじゃないかなと思ってますと。で、その中で、まあ、FA をするようなね、選手、まあ、例えば、野手で言ったら大城さんとかね、まだするかしないかっていうのが、まあ、はっきり分かってないので、その場合はですね、ちょっと大城さんを抜きにした、ような形でね、ちょっと考えてますと。はい。で、まあ、キャッチャーから見ていきましょうか。はい。キャッチャーから見ていきたいんですけど、まあ、おそらくですが、まあ、今のままいけば、岸田選手が、まあ、レギュラー保守というかね、うん、まあ、主戦という形でね、やっていく可能性が高いんじゃないかなと思ってます。まあ、甲斐さんであったりとかっていうところも獲得するんじゃないかっていうふうに言われてますけども、まあ、おそらく、まあ、このままいけばですね、まあ、岸田選手が来季、非常にスタメンを被ってる、スタメンをしてるようなね、
可能性が非常に高いと思いますと。でその中で、まあ、小林選手であったりとか、あまあ、大城選手もね、鍵括弧に入れてますけども、まあ、山瀬星とかもね、いるというところですね。まあ、非常に、ジャイアンツね、昔から僕はそうだと思うんですが、キャッチャーのレベルっていうのは非常に高いなっていうふうにね、思ってますから、まあ、小林捕手は、まあ、菅野投手がね、メジャーに行って、まあ、どういう起用法になるのかっていうところは、まあ、注目どころではあるんですが、まあ、主に、まあ、主戦は岸田選手が被ることが多くなってくるんじゃないか、っていうふうにね、今、現段階では、そういうふうに思ってます。で、次、ファースト見ていきますけども、ファーストはですね、まあ、岡本、秋広、で、ドラフト3位の荒牧選手なんかもね、考えられるんじゃないかなと思います。で、まあ、鍵括弧で、まあ、大城さんも入れておりますと。で、まあ、おそらく、まあ、岡本選手になるだろうというふうに思ってますが、まあ、そのバックアップとして、まあ、秋広選手なんかもね、まあ、非常に、成長してこないとね、今年みたいな感じでいってると、もう本当にやばいなっていうようなところあるんで、本当にね、周期練習のね、動画なんかを見てましたけども、まあ、スイングスピードを高めてね、打球速度を上げていこうっていうようなね、取り組みもね、されてたんで、そういった取り組みは非常にいいかなと思うので、まあ、もう、打ですよね。もう打てればもう多分使ってくれると思うので、そこはね、秋広選手も分かってるところではあるんですが、うん、そういう形になってくるんじゃないかなと思います。荒牧選手なんかもね、まあどれだけプロの、球に対応できるかっていうのは、まだちょっと、分からないところありますけども、まあ大学時代の動画なんか見てると非常にパワーヒッターっていうところがあって、まあ巨人にはあまりいないタイプかなと、内野手で、まあライトにもレフトにもホームラン打てるみたいなね、まあ長距離を魅力的なね、バッターなんで、あまりいないタイプなんで、そういったところで、まあ、面白いかなと思って、ファーストに入れさせてもらいました。で、次、セカンドですよね。セカンドですね。まあ、吉川選手は、まあ、不動かなと思います。まあ、ここ、あと3年ぐらいはね、2、3年は、まあ、確実に不動かなと思います。はい。まあ、今ちょっと怪我、肋骨とかね、脇腹の方をやったりとかしてますけども、まあ、来季もね、しっかりやってくれるんじゃないかなと思ってますと。で、その中で、まあ、中山選手なんかもね、非常にこう、出場する回、機会もね、あるのかなって来季思ってて、まあ CS でね、非常に、まあいい活躍をしてたので、そういったところで、首脳陣の期待感っていうのは非常に高いと。まああとどれだけ守れて、やれるかっていうところだと思うので、非常にセカンドというオプションもあるのかなと思ってます。で、ドラフト2位の浦田選手ね。浦田選手、僕非常にこの選手を、評価してますと。で、僕はおそらく、まあ、ショートを守るんじゃないかなと思ってますけども、まあ、二遊間っていうところもいけるというところで、セカンドにも入れさせていただきました。はい。で、次、サード見ていきましょうか。サード、まあ、坂本選手、荒牧選手、中山選手、まあ、この3人ぐらいかなって僕、今現状で思ってます。まあ、モンテスなんかもね、いるかもしれないんですけども、まあ、流動的というところで、ちょっとね、含まない形で考えてますと。はい。で、まあ、今年の坂本選手の成績を見てると、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかって、もしかしたら代打になる可能性もあるかもしれないんですけども、まあ、そこはね、まあ、若手がどれだけ突き上げてくるか、僕は中山選手がどれだけ突き上げてくるかっていうところだと思うんですけども、うん、まあ、その状況によっては、まあ、坂本さんがまだスタメンで出るというところも全然あると思うので、そこはね、先ほども言いましたように、まあ、若手がどれだけ突き上げてくるか、うん。っていうところによって、スタメンも大きく変わってくるんじゃないかなと思ってます。で、ショートですね。ショートはもう門脇選手か浦田選手、この2択になってくるんちゃうかなと思ってます。まあ、はっきり言うとね、ちょっとか、他の選手にはちょっと申し訳ないんですけども、この2人になるだろうなって、一騎打ちになるだろうなと思ってます。まあ、門脇選手も危機感を非常にね、言ってました。まあ、そのすぐ、ダメになる。というかね、切られるようなプロの世界だから、みたいな感じで僕も頑張りますみたいなこと言ってましたけども、本当にそうだと思ってて、まあ後で詳しく言いますけども、この浦田選手はね、僕非常に評価してて、門脇選手よりいいんじゃないかなって、はっきり今の現段階でも思ってるぐらいなんで、うん。だから、まあそれはね、彼は2年経験してるわけですから、プロでね。まあその経験の、ところもね、非常にあると思うので、そこはどういう風にね、なっていくかわからないですけども、まあ非常に強敵、門脇選手からしたら強敵であることは間違いないと思うので、はい。まあ、オープン戦の結果だったりとかあって、そういったところで、非常にね、門脇選手も、まあ背番号もね、一桁ですけども、全然ね、わからないなっていう風に思ってます。
で、最後、外野見ていきたいんですけども、外野はですね、非常にまあ、駒がいるというかね、選手がたくさんいますと。で、レフトから見ていくと、まあ、丸選手だったりとか、秋広選手。で、新外国人なんかもね、可能性あると。で、若林選手なんかもいますよね。まあ、これは正直、外野に関してはもう、打てないとっていうところだと思うんで、まあ、打てた選手をね、今年もね、まあ、使ってたと思うので、まあ、浅野選手なんかもね、使ってたっていうところありますけども、でもまあ、基本的に外野なんかはね、もう打てないと使われないっていうところありますから、非常に、まあ、バッティングが、鍵になってくるというところですね。で、センター出たら、ヘルナンデス。で、オコエ。まあ、佐々木選手なんかもね、いるかなと思います。で、浅野選手、ライトは浅野選手、オコエ選手、萩尾選手なんかもね、いると。まあ、レフトにも萩尾選手行く可能性もありますよね。はい。まあ、オコエ選手もあるか、レフトもね。うん。っていうところで、まあ、この辺のメンツが、非常に、来季、もですね、競争を繰り広げるんじゃないかなって思ってます。はい。で、次にですね、2024年。今年の開幕のオーダーをちょっと見ていきたいんですけど、はい、これちょっとね、見てください。はい、1番センター佐々木、2番ショート門脇、3番ライト梶谷、4番ファースト岡本、5番サード坂本、6番キャッチャー大城、7番レフト丸、8番セカンド吉川、9番ピッチャー戸郷というところで、まあ、だいぶ変わってるよね。うん、だいぶ変わってると思います。シーズン終盤とね、例えば最終戦と開幕では全然変わってるなっていうところありますと。うん。まあ、梶谷選手もね、引退しましたし、まあ、坂本選手も、まあ、はじめ5番でしたけども、まあ、いろいろ、まあ、2軍落ちとかも経験しましたと。で、丸選手なんかもね、はじめ7番ですけども、まあ、非常にいい打撃ができてるっていうところで、まあ、1番に上がったりとか、いうのもありましたし、まあ、吉川選手もね、8番から、まあ、最後は3番なんかも打ってましたから、まあ、結局、状態というか、どれだけ打てるかだと思うんですよ。まあ、安倍監督はね、守りの野球っていうのを掲げてやってますけども、やはり、守り、絶対大事です。正直ね、絶対大事ですけども、やっぱりこう、ある程度打てないとというところもありますんで、やっぱ打ってる選手を使っていこうっていうね、傾向はですね、まあ、どの球団にもあるかなというふうには思いますから、まあ、先ほどの外野の話じゃないですけども、まあ、特に外野なんかはね、もう、打った選手が使える、出るみたいなところはちょっと正直あるので、そこはね、まあ他のポジションもそうですけども、まあちょっとね、やっぱりこう打撃力向上というかね、そういったところを今季ね、オフシーズン頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、で、最後にですね、僕が予想する来季のスタメンをちょっと発表していきたいなというふうに思っております。はい、まあちょっとね、大胆予想なんで、ちょっとお前これやりすぎやろって思われるかもしれないですけども、真剣にね、考えましたんで、皆さん聞いてください。はい、こちらになります。1番、ショート、浦田。はい。2番、セカンド、吉川。で、3番、センター、ヘルナンデス。4番、ファースト、岡本。で、5番がちょっと流動的なんですけど、5番、レフト、まあ、補強選手で、新スケットとか補強選手。で、まあ、丸選手であったりとか、アキル選手なんかも可能性あるかなと思ってます。で、6番、サード、坂本選手なのか、中山選手であったりとか、うん、そういったところですね。で、7番、ライト、浅野選手。で、8番、キャッチャー、岸田選手。で、9番が、ピッチャーというふうになってます。はい、まあ、この意図をちょっと言っていきたいんですけど、まあ、先ほど言ったように、まあ、門脇選手の件ね、うん、1番、ショート、浦田選手にしましたけども、僕は、浦田選手の方がいいんじゃないかなって思ってますと。はい、まあ、ちょっと理由を言うと、まあ、門脇選手の1年目、2年目見てまして、まあ、先ほど成績も見たんですよ。そしたら、1年目と2年目、ほぼ一緒の成績なんですね。で、なんなら打率が2部下がってるんですよ。1年目より2部下がってるんですね。で、他の数字、例えば打点であったりとか、OPS であったりとか、まあ、長打力で、長打であったりとか、出塁率とかね、いろいろ数字見たんですけど、ほぼ1年目と一緒の数字なんですね。っていうところは、やっぱりこう、1年目でね、経験して、で、2年目って、やっぱ、みんなそうですけど、上がっててほしいと思うんですよ。ただ、そこで打率が2部下がってて、他の数字はほぼ一緒っていうところで、ちょっとどうなのって。で、守備に関してもすごくいいプレーたくさんありましたけども、まあエラーも実際多かったっていうのもあるので、そんなに、そこまで、不動のとか、うん、絶対的なっていうところは全然まだまだないかなと思うし、この浦田選手っていうのはね、本当に僕は、まあ、宗山選手もね、非常にいい選手でしたけども、今年のドラフトでね。僕はこの運動神経とか、ちょっとこう、なんて言うんだろう。
まあ、あの走塁なんかもね含めてめちゃくちゃいい選手だなって、うん、思ってるんで、今年丸さんが1番打ってて、まあ、非常に引っ張ってくれたっていうのがありますけども、まあ本来で言えばね、まあなかなかのベテランなんで、あの無理させられないってね、一番でこう足を使ったりとかっていうのもしんどくなってくる年かなと思うので、そういった意味で、まあ若い選手がね、かき回してっていうところで、そういった攻撃もね、十分に考えられるし、いいのかなと思うので、僕は一番をね、浦田選手で行ってほしいというか、まあそういった可能性も非常にあるんじゃないかなっていうふうに思わせるぐらいですね、非常にいい選手だなと思ってます。で、2番には吉川選手を置きました。あの、今年3番とか最後入ってましたけども、あの、まあ、やはりセールナンデス選手がいないというところで、まあ、あの、3番に入ってたところはあるので、あの、2番に吉川選手を置いておくと、まあ、つなぎ役もできるし、まあ、そのね、チャンス強いというところもありますし、というところで、まあ、あの、もう適任かなと思ってます。で、3番にヘルナンデス。まあ、ヘルナンデスはね、まあ、怪我治って、万全にやってもらいたいなというところですね。で、4番、岡本選手で、5番にこれね、補強選手ね、絶対取ると思います。絶対取ってくると思います。はい。で、こんだけ枠開けてるんで、まあ、非常にこう FA もそうですし、まあ補強選手をね、今多分おそらくもうめちゃくちゃこう探してると思うんですけども、まあ、その補強選手が良ければ多分5番ぐらいに置くと思うし、逆に、あんまり使えないなっていう風なところがあるんだったとしたら、丸選手であったりとかで、まあ、秋色選手ですよね。本来僕の本音で言うと、秋色選手もね、使ってほしいというか、まあ、どこかポジションでっていうところはあるんですけども、やっぱりこう、秋色選手が行くポジションって、まあ、ファーストであったりとか、まあ、外野でもレフトであったりすることが多いと思うんですけども、そこのポジションって、正直、外国人選手と被るというかね、うん。あの、そこと競っていかないといけないので、だから、あの、秋色選手はもうはっきり言って打てないと、うん、選手としての価値がだいぶ下がると思うんですね、はっきり言うとね。だからそこに勝てるようなね、コーンオフの取り組みですよね。打球速度もそうだし、まあ、あのホームランというところもある程度意識してやっていかないとちょっと厳しいかなっていうところあるので、本音は言うよね。本音を言えば使ってもらいたいって、若いし、未来にね、ホームランを取ってる可能性もあるので使ってもらいたいっていうのはあるんですけど、やはりね、激戦のポジションなんでね、難しいところはあるのかなと思います。で、まあ、6番の坂本選手ですけども、坂本選手の状態によってはね、代打になったりとか、先ほど言ったような中山選手の突き上げがねあったりとかしたら、僕は中山選手を、まあ、首脳陣を使っていくんじゃないかなとも思ってるんで、そこはね、流動的かなと思います。で、まあ、浅野選手が7番で、8番に岸田選手、で、9番にピッチャー。まあ、こんな感じになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、今、現段階なんでね、まだ、ジャイアンツのユニフォームを着て、まあ、ドラフトの選手をね、見たわけじゃないんで、なんとも言えないですけども、まあ、そのドラフト候補のね、まあ、動画であったりとか、まあ、そういったところを見てると、まあ、特にこの浦田選手っていうところは、本当に使えるなというか、1年目からね、スタメン、張る可能性も十分にあるんじゃないかな。門脇選手を押しのける可能性も十分にあるんじゃないかなと思うんで、そこはね、僕の見立てが間違ってるかもしれないですけども、ぜひね、皆さんの、理想のオーダーなんかもコメント欄でね、シェアしていただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じでね、今日は終わったと思います。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。